はい、今日はディープ100インパクト20周年記念興行ですね。それについてお話をしたいと思います。本当は昨晩ですね、オープニングファイトの第1試合からメインまでもうずっと語り続けて1時間以上の動画を作ったはずなんですけど なぜか動画ファイルが破損してしまいまして 今、ちょっと気が乗らないながらも撮り直してます。で、ちょっとですね、もう全試合語るのきついんで 途中のグラップリングタッグマッチからメインまでを話していきたいなと思ってます。で、そうですね。この大会、自分が解説を務めさせていただくんですけど、解説やらせていただくっていうのは、今年の1月のもう頭ぐらいにもう佐伯代表からお話をいただいてまして、で、もちろんやらせていただきますということで返答していて、で、YouTube を始めたので、その YouTube で、じゃあ今回の20周年記念興行の話したいなと思った時に、佐伯代表に対戦カードの画像あるじゃないですか、あれ使っちゃっていいですかっていうのは一応許可をいただくために連絡したんですね。そしたら対戦カードの画像とか全部送っていただいて、で、一個一個見てたら、一番最後に、ペイパービューの、反則の画像が ついてたんですけど、それを見たら、自分の横に、榊原代表の顔が 並んでまして、そこで初めて自分は、榊原代表と一緒に解説に入るっていうことを知りまして、もうなんか、ドッキリやるんだったら、せめて動画回させてくれって思ったんですけど もうなんで、ちょっと当日はできるだけ萎縮しないように頑張りたいと思います。で、早速、お話をしていきたいんですが、解説っていう立場も一応ありますので、ありがちな、ちょっと勝敗予想とかはせずに、試合の印象とか選手の印象とかを、ぐだぐだと話していければいいかなと思ってます。で、早速、途中からにはなってしまうんですけど、本戦の第6試合ですね。100回記念スペシャルエキシビション、グラップリングタッグマッチっていうところで、広田瑞人選手、で、菊野勝則選手、横田和則選手、そして松本幸一郎選手の4名が、組み合わせは当日抽選で決めるっていう形のグラップリングタッグマッチをやるということになってます。で、なんか、そうですね、グラップリングマッチと言っておきながら、結構みんな打撃と、あとがっちりした組、しっかり四つで組んで、抑え込んで、削っていくっていうようなスタイルの印象が強い4名を揃えたなっていう印象ですね。バリバリのグラップラーっていう感じじゃないですね。で、注目としてはやっぱりあれですよね、松本幸一郎選手と、横田和則選手のどうやら遺恨があるらしいっていうところで なんか、ちょっと前に何か揉め事があって、それ以来絶縁中ということを、松本選手がご自身のツイッターで語ってますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思うんですけど、当日組み合わせ決定っていうことなんで、もう自分としてはやっぱり、横田選手と松本選手にペアを組んでいただきたいっていうところが 一番の希望ですね。もう、それが一番面白いと思うんですよね、個人的に。で、そもそもこのタッグマッチ、グラップリングタッグマッチのルールもよくわかってないんですけど、普通のタッグマッチ、あんまりないとは思うんですけど、プロレスとか、それこそ昔ゼストでやってたんですけど、タッグマッチの試合って、基本、リング内で1対1で、試合をして、で、コーナーに相方が立っていて、タッチしたら、交代っていうのが一般的なタッグマッチだと思うんですけど、今回金網なんですよね。金網なんで、そもそもタッチどうやってするんだっていうところと、タッチをして相方が入ってくるまで、こう、ケージをぐるっと回って入ってくるっていうことを考えると、結構見てる方からするとストレスなんじゃないかなっていう気もするんですね。なんでもうその辺を解決するために、もう最初から2人ケージ内に入って、もう個人的には2対2で一気にやってほしいんですよね。で、もちろん1対1が2つ生まれるっていうパターンもありますし、なんかもううまいこと片方が抑えてる間にもう片方が腕を決めるとか、そういう
シーンも見られたら面白いんじゃないかなと。それこそ、海外とかで3対3とか5対5の MMA の試合を、まあ、ちょっとエンターテインメント的にやってるとこもあるんですけど、そんな感じでもう2人同時にやっちゃっていいんじゃないかなと個人的には思ってます。そんなとこですかね。で、次が、第7試合の、杉山静香選手対、栗山葵選手の試合ですね。女子のワンマッチになってます。で、まあ、杉山静香選手はもう皆さんご存知だとは思うんですけど、まあ、かなり昔から、まあ、戦い続けてる選手で、まあ、元々は多分空手がベースの選手なんですけど、まあ、もう今はもうトータルですね、もう組もできるし、グラップリングもできるし、もちろん打撃もできるっていうところで、非常にオールラウンダーに近い選手なんじゃないかなっていう印象です。で、対して栗山選手に関しましては、まあ、ずっとサッカーをされていて、で、もう本当に高校時代は、全国、まあ、もう上位に入るような名門で、サッカーをされてた選手っていうことなんですけど、まあ、比較的格闘技を始めたのは遅い選手なのかなと思ってるんですね。で、まあ、何試合か自分も試合の動画を拝見いたしまして、まあ、基本やっぱり打撃が上手い選手なんですよね。打撃が上手くて、かつタックルを切る力、相手の組を振りほどく力っていうのがすごく強いなっていう印象です。なんで、まあ、栗山選手はやっぱり打撃で行きたいっていうところがやっぱりあるとは思うんですけど、ただ、まあ、初めてそんなに時間が経ってない選手なんで、それこそ一戦一戦で変化する力、進化していく力っていうところはすごく秘めてる選手だと思うんですよね。なんで杉山選手としても今までの動画を見て、試合動画を見て対策して、その通りに来るっていうところはちょっと思い込みを持ってるとちょっと危ないのかなっていう気はします。で、やっぱり、ケージなんで、多分展開としては杉山選手が組みに行って、ケージに押し込んで、テイクを狙ったりとか、そこで削ったりっていうシーンも結構見られるのかなと思ってまして、栗山選手、すごくタックル切ったりとか、押し込まれてる時にテイクダウンを防ぐ力っていうのはすごく見ててうまいなと思うんですけど、そこでこう、ずっと受け続けてしまうことがちょっと見ていて多いのかなと感じたので、そこで逆に入れ替えたりとか、逆に肘で削ったりとか、で、テイクを、相手を崩してテイクを取りに行くっていうような動きができるようになっているとすると、かなり、いい試合になるんじゃないかなと思ってます。まあ、実力というよりは、今までの実績的にはちょっと差があるマッチメイクなのかなと思ってますんで、まあ、言ったら栗山選手のチャレンジマッチっていう側面は確かにあるとは思うんですけど、ただ、栗山選手も倒せる武器を持っている選手、まあ、下克上というか、そうですね、大物食いできるタイプの選手だと思うんで、これは注目の試合ですね。で、その次、これが第8試合ですね。DJ 大輝選手対、神田光也選手の試合です。DJ 選手は、個人的にすごく、ファンの選手でして、昔からずっと好きな選手なんですけど、すごく、まあ、打撃が強いんですよね、まず、まあなんですかね、パンチが重いというか、そんなにこうしっかり腰入れたようなパンチじゃなくてもすごく拳が硬くて、まあ、力も伝わってくるようなパンチを持っている選手ですね。で、昔からやっぱり打撃で勝ってきたという選手なんですけど、比較的最近はそのテイクダウン、タックルとか上の四つ組みとかをもうぐるぐるぐる混ぜていって、まあ、全局面で戦っていく。で、スタミナもすごくある選手ですし、もうどんなにバテても動き続けるメンタルの強さっていうところを持ってる選手なので、最近はそれを生かした戦い方をしているのがよく目につきますね。で、対しての神田光也選手っていうのは、まあ、グレコローマン、レスリングのグレコローマンスタイルでもう実績を持った選手で、まだ若いですよね。で、まあ、すごく期待されてるパラエストラ千葉ネットワークでも期待されてる選手なんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ今まで、まあ、見てる試合の中でこう組でどんどん勝って相手をテイクダウンしてコントロールしてっていうのを続けるんですけど、やっぱりそこで何回か立たれて、でもう一回倒して立たれてもう一回倒してっていうのを繰り返してるうちに、どっちかというとその相手より神田選手の方がスタミナが削れる、スピードが速くて最終的に逆転されてしまうっていうシーンがちらほら見られたんですよね。で、ただ最近の試合については、
どっちかというとその自身のレスリング能力っていうのを相手のテイクダウンとか組を切る方にディフェンスの方に回して、で自身 の、 すごくリーチが長い選手なので打撃パンチとあとスタンドの肘ですね、肘もすごく上手い選手 で、 であとはもう膝ですよね、その、打撃の武器を生かしてで相手のテイクダウンは全部切っていくっていうスタイルちょっと確立しつつあるのかなって印象があるんで、今回その DJ 選手が自身の強みを生かしてどんどんぐる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 打撃の局面と組の局面と あとはグラップリングというかグラウンドの局面をどんどん回して回して回してっていう感じで神田選手を後手後手にさせていけば多分持ち前のスタミナとしつこさで DJ さんのペースになると思いますし、逆にその入り口の部分ですね、ぐちゃぐちゃってする回転が始まる最初の部分で神田選手がレスリングの力を使ってもう全てストップ、もうそこで回転し始める直前でもう全てストップをかけて自身のリーチの長さとかを生かして打撃で作っていければ神田選手の、まあ、ペースになっていくんじゃないかなと思ってます。で、次が、第9試合ですね、牛久潤太郎選手対、中村大輔選手の試合です。これは牛久選手、フェザー級のチャンピオンなんですけど、これはノンタイトルですね、ノンタイトルマッチになってます。で牛久選手は、去年の9月ですね、山須っていう選手を、結構なんですかね、組で削って削って、まあ最後気持ちでも勝って判定勝ちっていう形で第10代フェザー級チャンピオンに輝いたんですけど、まあ、それからの初の、まあ、初戦ですよね、そのチャンピオンになってから初戦が今回の試合になってます。で、まあ、どういう選手かっていうと、まあ、やっぱりすごく真面目な格闘技をする選手だと思っていまして、で、まあ、とにかく打撃もしっかり綺麗に多分キックボクシングのジムにも通われてて綺麗な打撃、ワンツーから綺麗な左ミドル、左ハイっていうのも打てる選手で、逆に組の部分では多分柔道出身だと思うんで、しっかりがっちりクラッチを組んで、まあ、押し込んで削っていくっていうようなスタイルですね。もう本当に真面目な性格がそのまま反映されたようなスタイルを持っている選手かなと思ってます。で、昔パンクラスに出ていて、まあ、それこそ20歳ぐらいの頃にも多分タイトルマッチとかも経験してるぐらいの選手なんですけど、まあ、その頃はちょっと一回打撃効かされるとそのままこう亀になっちゃったりとか、こう嫌がってそのまま倒れていっちゃうっていうシーンが見られたんで、まあ、ちょっと気持ちがそこまで体の強さについてってないのかなっていう印象があったんですけど、まあ、この間の、タイトルマッチとか見てても効かされた後、まあ、しっかりリカバリーをして、まあ、諦めずに自分のペースにまたもう一度持ってくるっていうシーンも見られたので、そこはもしかしたら改善しているのかなっていう感じですね。で、一方中村大輔選手はもう昔からそれこそドリームとかでも出場されていて、まあ、すごくベテランと言っていい選手かなと思ってます。で、実は自分9月にタイトルマッチ負けた日の、その負けた後の控え室とかでディープの佐伯代表から次20周年記念興行で中村大輔と山須でどうだみたいな話をマネージャーの梅田さんにされてたので、で、まあ、それ、まあ、具体的に決定ってわけじゃなかったんですけど、まあ、こういうのどうだっていう提案をもらってた段階だったので、自分はもうその試合、まあ、タイトルマッチ負けてから、まあ、それこそ年末の試合が決まるまではずっと中村選手とやるっていう気持ちでずっといたっていうところがありますね。で、中村選手、まあ、言ったら、まあ、職人みたいな、スタイルでして、打撃はすごくトリッキーというか、フリッカージャブ的なそのガードを前手のガードを上げずに下げた状態で下からこう振り上げていくような特殊なジャブを打っていくスタイルですね。で、すごく打撃も、伸びるんですよね。すごく伸びが良くて、でかつ当て感もすごくある。多分才能、まあ、才能って一括りに言うのも失礼な話なんですけど、まあ、本当に当て感も優れているし、殺傷力もあるっていう、非常に相手からすると怖いタイプだなと。で、まあ、グラウンド組のところですね、まあ、そんなに四つで頑張るとかタックルで頑張るっていう印象はないんですけど、まあ、とにかく下からのアームロックと腕十字
が、まあ、そこに多分もう誇りを持ってるぐらいのレベルだと思うんですよね。そこにすごく愛情も技に対して持ってると思いますし、それで仕留めたいっていう気持ちも持ってる選手だと思います。なんで自分の印象としてはちょっと牛久選手の真面目な格闘技っていうのはその中村選手の、まあ、言ったらすごく特殊なスタイルに対しては、うん、ちょっと相性が悪いのかなっていう気持ちはありますよね。なんで少し牛久選手危ないんじゃないかっていう気はしています。ただそこで、牛久選手が相手のその得意な部分をとにかく避けてなんかこう、まあ、ちっちゃくまとまったような試合をしようとするともうそれこそ中村選手のペースに一気に持っていかれちゃうと思うんで、もう牛久選手はもう自分のその真面目なスタイルをもう貫き通すぐらいの気持ちで、戦ってくれたらすごくいい試合になるんじゃないかなと個人的には思っています。